ラブジローさんからいただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おはぎ、あやねる、遅くなりましたが、新番組放送開始おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。プレ放送の時に、おはぎは、ソフトボール、あやねるはバスケットをしていたとおっしゃっていましたね。うん、僕は中学の時にはバスケ部に所属し、小学校と中3の時にソフトボールをしていました。はいはい。そんなバスケ部の時の癖が今でも出てしまい、日常で振り返る時はピボットターンで振り返ってしまいます。急に振り返るので驚かれるのもしばしば。お二人は昔していたスポーツの癖とかが今でも出たりしますか？ということです。ありがとうございます。これ何？ピボットターン。ピボットターンって何？ピボットターンってバスケで、せっかく動画あるんでね。やる？立ちますよ。あれ、あっちのカメラ。はい、どうぞやってください。こうやって、なんか、タンタンタンってやって、こうやった時に、こういう、あ、めっちゃお尻向けちゃった。わかります？片足で、こう振り返るってこと？そうです、片足を軸に、こう動くっていうのがピボットターンっていうやつなんですけど。なるほどなるほど。どうですか？どうですか？やってみる気はありませんか？勉強になりましたっていう。何やって、はい、ぜひね。これ何？ボールを持ってて。ボールを持って、はい、こうなんかこういう。こういうこと？これ今私ね、右足動かしてないよ、これ。こういうこと？ね、そのさ、変な人多いよね。いいね。今、楽しそうだな。一生懸命。私、バイバイ。一緒にやりましょう。せーの。ダメじゃねえ。この絵ダメじゃない？全然綺麗じゃないもん。そうですか？やめない？こういうの。あ、じゃあ、そうですね。まあ、いい運動になったんで。そうね、いい運動になったわ。運動不足だからさ。すごい。なるほどね。